レジス、レジス。千のおとぎ話の国か。驚いたな。どこへ続くか調べてみるか。ネハレニの目が暴れている。この世界そのものが現実だが、強力すぎて消し去ることもできないわけだ。ジンジャーブレッドをたくさん食べたばっかりよ。暖炉に触っちゃいけないよ。私を怒らせないでおくれ。じゃあそこを開けて。男は誰だい？迷子かい？ここはあんたが来るところじゃないよ。ずいぶん年寄りだね。顔色も悪い。でも大丈夫。バターとスパイスがちょっとあれば美味しいごちそうになる。さあ捕まえてあげる。どういうことだ。意地悪な魔女よ。聞いたことあるでしょ。さて鍵はどこに隠してあるのかしら。その俺は、いや、なぜ武器を持ってる。王子様のものよ。彼にはもう必要ないから。あった。もう少しで焼かれてたところだ。危なかった。シアンナ、君なのか。久しぶり、ジャック。あ、遊びに来たのかい。いいえ、豆を分けてほしいだけ。怖がらなくていいわ。怖がらなくていいだって、一体どういう意味だ。ジャックにはその意味が分かってるわ。だからすぐに豆のことを話してくれる。そうでしょ。シアンナ、悪いけど持ってないんだ。嘘をついてるみたいね。もしかして昔みたいに遊ぶ方がいいの。子豚はお買い物に行きました、子豚はお家に帰りましたってどう。嘘じゃない、本当だ。誓ってもいい。アナリエタの命令で全部埋めさせられたんだ。君がどこへも行けないように。どこに。知らない。でもジョスなら、あの狼少年なら知ってるはずだ。どんなことでも首を突っ込みたがるから。本当でしょうね。もし彼が知らなかったら戻ってきて説明してもらうからね。もういいわ。シッ。ところでここで何してるの。子供時代を取り戻しに来たのさ。小さい頃からケイヤモルヘンにいて、それ以前の思い出もない。おもちゃもなく遊びも知らん。なぜ俺がここに来たかわからんか。デトラフだ。奴はアンナ・ヘンリエッタを脅して君を解放させるために
怪物を召喚してボークレールを襲っている。デトラフならやりそうなことね。でも今の状況を伝えるためだけにこんなところまで来たわけじゃないでしょ。要点を聞かせて。言うまでもないだろう。協力しよう。俺は君をここから出すのに力を貸す。君は外に出たい。俺も君をデトラフに合わせて町に平和を取り戻したい。共通の目的がある。よく言うわ。私が捕らえられたのはあなたのせいなのに、その私に助けを求めに来たというの？まったく人生には驚きがいっぱいね。本来なら追い返すわ。でもあなたの話が本当なら無関係な人たちが死んでる。予定と違うわね。デトラフは死ぬべき人だけを殺すはずで、他の誰も傷つかない計画だった。いいわウィッチャー、話に乗るわ。協力しましょう。この場所のことだが詳しく教えてくれないか。現実か。そうよ、アルトリオス・ビゴが作ったの。昔妹と一緒にここで大好きなおとぎ話の世界で遊んでた。あの魔女は遊んではいなかったが。魔力が衰えてるの。定期的に手入れをしないと呪文は時とともに効力を失う、荒れる一方よ。随分危険な場所に閉じ込められたな。見た目ほど危険じゃない。刺激しなければおとぎ話の登場人物は私に危害を加えないの。ただしあなたは部外者だから油断しない方がいい。一体デトラフが殺した騎士たちに何をされたんだ。クレスピ、デュラク、ラクロワ、ペイラック・ペイランのことだ。思い出したくもないけど、あなたには話しておかなきゃいけなさそうね。両親に縁を切られた時、私を公爵領の外まで連れ出す役目を命じられたのがあの騎士たちだったの。みんな私をかばうようなことは一言も言わずに命令に従ったわ。命令なら仕方がないだろう。でも逃げ出そうとした私をクレスピが気絶するまで馬の鞭で叩いたのは命令になかったことよ。デュラクも私に食べ物を与えず虐待しろとまでは指示されてないはずだわ。騎士老精神なんて誰も見ていない時には発揮されない。その時に学んだの。それは納得できる理由だ。驚いてるわね。私のことを分かったつもりになってたんでしょう。私の視点からの話を聞くこともせずにね。みんなそうよ。黒太陽の呪い、君が追放された原因はそれか。まあね。変異体の呪われた王女たち、聞いたことあるでしょ。会ったこともある。クレイデンのレンフリだ。どうだった。噂通りの怪物だった。残忍だったのは確かだ。だがそれが呪いのせいなのか、育ってきた環境によるものなのか、今でも答えは出ない。彼女を殺したのね。仕方なかった母も私を追い出した時に同じことを言ってた。それで豆を何に使うんだ。説明してくれ。そうね。ただし最後まで我慢強く聞いてよ。この世界から出る方法は二つ。一つは我が愛する妹が封じてしまったわ。もう一つの出口はあの空の雲の上にある。豆を隠されたからたどり着くのは難しいけど不可能ではないわ。よくわからないんだが。慌てないで最後まで聞いて。さっきの子はジャックよ。あの豆の木を登った子、知ってるでしょ。ジャック、巨大な豆の木を登って雲の上の巨人の城に行く話か。豆を探して私たちもそうするのよ。その豆は3粒あるはず。赤と青と黄色のね。だが1粒あれば豆の木は生えるだろう。いいえ、お話の通りにしないと生えてこないの。まずはジョスを探さなくちゃ。彼なら助けてくれるかも。行きましょう。